台湾の天気です。台南市、雨、最高気温29度、最低気温25度。台南市と台北市の間ぐらいが、この胡蝶蘭の自生地の北限と言われています。台北の台南も気温も雨の量もそんなに変わらないとは思うんですけれども、なぜかそこに北限があるんですね。台北も台南も冬の最低気温が14度から5度ぐらい。まあ、14度5度あったら胡蝶蘭はすごく過ごしやすい気温だなとは思います。ただ沖縄もそれぐらいの温度なんでね、何か違いがあるんでしょうね。湿度だったり雨の量がもしかしたら違うのかな。あとは、ランは共生菌がいないと発芽ができないので、その菌が活性する温度とか湿度とか、そういった秘密がもしかしたら何かあるかもしれないですね。それでは皆さん、良い一日を。